どうも、こんばんは、エノです。今回は東京グルリ、インボーク、最強降臨、SS レートグール、敗勢討伐クエスト、来ましたね。また最強降臨です。かなり最強が最近生まれていると思うんですけども、今回は、前回フェスゲンで登場した、SS レートグール、敗勢ですね。では A をやっていくんですが、今回初見じゃないです。ちょっとねオートで回したんで、オートで回してたんですけど、敵の行動パターンは知らないんでね、ほぼ 半分初見みたいなで使っていくパーティーは、こんな感じです。もう完全に攻めき、これでね一応オート回せるんですよ。なんか 10回やると、1回負けるかな多分、そんな感じで、やっていきます。いつもみたいにね、回復して相手の攻撃力を下げていっても、そんな小細工はいらん。攻める。最初からガンガン攻めていく、そういう戦い方でございます。もう脳死ですね、いわゆる全員バーサーガーみたいな感じいけるでしょ。ていうかこれ前衛を全員最強で固めれてるんですよ。なんでもう最強しかいない最強降臨戦みたいな。まあいけるでしょ。熟練の 100% は真ん中のムカデだけで、リゼが今80、60かなで、ハイセが40ですね。そんな感じで、ガンガン攻めていきましょう。オートで回せるから手でやって負けるはずがないと。いつものようにムカデをシフトチェンジさせて、1ターン目は確実にブレイクしていく。いけそうですね。ここってあれだっけ、トルソーを追いかけて、タクシーに乗ったトルソーを追いかけて、でハイセが駆けつけるとこのステージだっけ。リゼ何キラーだっけ、メイキラーだっけ。それまだ解放してないんだよね多分。熟練度 100% で解放されるのってメイキラーだっけな。これいけるんじゃん。無理かあれだね、アモンの攻撃力を過信しすぎたね。でも次のターンで確実に勝てるでしょう。最後はあれだね、ハイセのスキルで決めたいんだよね。無理があったな。っていうか最初はね、インボケ最初始めた時は操作感ばっか当たって、俺これまたしてもこのゲーム操作感のパーティーばっかになるのかなと思ったけど、最近はグールがね、フェスゲンで、連続で登場して、もうグールのパーティーになっちゃったけど、これからどんどん操作感出てほしいですね。特に重蔵とか。はい、ということで、この獲得報酬って最大で何個もらえるんだろう。俺多分50、50までしかもらったことないような気がするんだけど、ちょっと何個まで出るのかわからないですね。あとドロップする時のこの演出も変わりましたね。キラキラしてる。はい、ということで、お疲れ様でした。今回は最強降臨 SS レートグール敗勢討伐クエストを、やりました。最強しかいない最強降臨でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。